皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ギターの山口智夫さんと、そして渡辺かおるがお届けしております。元気ですか皆さん。第1回目、第2回目もご覧になってくださいましたか？今日は第3回目ということで、切ない片思い特集、片思いの歌ということでね、お届けします。はい、はい、どうぞごゆっくり、最後までね、よろしかったらお聞きになってください。そして今日はここは人形町のかくれんぼというね、お店でからお届けしてます。そして1曲目ですね。1曲目はですね、まずこれはカーペンターズの歌って、とってもヒットしたナンバーなんですけど、クロス・トゥ・ユー。これは放題が遥かなる影っていうね、うん、放題がついて、ね、クロス・トゥ・ユーなのにどうして遥かなんでしょうって不思議ですけど ね、そう、うん、70年代の本当に大ヒットナンバーですよね。バート・バカラックの作品、はい、ですかね。でも作曲されたのは60年代 中盤ぐらいですね。あ、そうですよ ね、だいぶ前、ヒットするだいぶ前に作られた曲なんですかね。うん、いろんな方がカバーしてますよね。もう鳥とか星とかいろんなものがあなたのそばに寄ってくる。うん、ワイルドバーズ、ワイルドスター、ね、これ歌詞間違えて鳥が空から降ってきちゃったって歌った人もいたみたいですけど星が降ってきてください。星が降ってきてね、鳥が落っこってきちゃったら困るね。怖いですから、はい、はい、そうなんですよね。バーズフォールなんです。間違うと大変です ね、はいはい、もうあなたのそばにいたいっていう、そういう曲ですよね。うん、もう鳥と星と一緒で、私ももうみんながこう街中の女の子がこうね、あなたの近くにこうフォローも追っかけてるっていう、結構なあの人気者を好きになってしまったっていう歌ですかね、これはね。うん、これでも、うん、なんか元の歌詞のイメージはどっちかというと、そういう女の子に男の人が群がる方がなんかさイメージ的にはなんかぴったりくるような気がしたんですけどね。そうですよね、あ、キラキラしたね、こうなんかさ、だってエンジェルどうのこうのってさ、確かにエンジェルがね、こうね、あの髪の毛にこうね、ムーンダストを、ね、そのブルーアイズがどうしたとかさ、そういうの、まあ、まあ男の人は別に悪くはないけど、うん、ね、そうですね、女の人がそういう人の方がなんかより歌詞のイメージとしてはなんか言葉にぴったりくるような気はしましたけど、でも女の人はね、ディオン・ノワイクもカレン・カーペンターもね、うん、歌ってるからね、多いですよね。じゃあそういう感じで聞いてみます、今度聞くとき。はい、じゃあどうぞお聞きください。Suddenly appear every time you were
そして2曲目は、You Don't Know Me ですよ。これは本当にこの片思い、本当マジ片思いっていう感じの曲なんですよね。レイ・チャールズが、レイが歌って、レイ・チャールズさんが歌ってすごく有名になったそうなんですけど、もともとはカントリー歌手の女性が男性の友達というか、まあ、歌手の人に書いてあげた曲らしいんですけど、なるほど、内容がすごく可愛くて、歌詞の内容が可愛くて、お友達のねことを好きでずっと打ち明けられなくって、こう話しかけてくれるの嬉しいけど、でも心臓ドキドキしても答えるだけでも精一杯とか、友達の、もともと友達関係の女性、そう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 、友達か、ね、友達の彼女とかじゃなくて、友達関係じゃなくてね、友達関係の女性、そうです、だとちょっとね微妙だってことですよね。そう、あ、それはそうだよね。で、打ち明けたら友情が壊れるかもしれないっていう、あ、そうですよね、そういうことはありますよね。確かにね、そこでどうも気まずくなっちゃうと、友達でもなくなっちゃう、なんか疎遠になっちゃった、それも寂しいですよね、確かに ね、かわいい曲ですよ、うん、もうラッキーガイが君の隣を歩いてるけど、うん、そんな二人を見ながら自分はもうあんなやつより僕の方が君のこと大事に思ってるのにって言ってる歌詞が出てきたりとかね。なるほど、そう、どうですか、そんなピュアな恋愛白目になっちゃいそうですね白目にならないでくださいではお届けしますThank you.
me.そして3曲目はですね、クワンドクワンドクワンドというラテンのね、ラテン調な、曲なんですけども、イタリアの歌手の、トニー・レニスという人が歌って、なんか音楽祭で受賞したという結構有名なね、もう本当にイタリアで有名になった曲を、うん、サンレモ音楽祭、サンレモ音楽祭ってね、昔は結構すごくメジャーななんかイメージでしたね。そうですか、で60年代にエンゲルベルト・フンパーティングさんが、イギリス人ですか、なんかドイツっぽいけど、何人だっけ、なんかちょっと何人だか忘れたけど ね、でそのエンゲルベルトが、エンゲルベルト・フンパーティング、うん、フンパーティングフンパーティングなんか、はい、ね、英語に訳してヒットさせたという曲ですね。でクワンドというのはいつ、When ですよね、うん、っていう意味で、でいつ君は僕に振り向いてくれるの、いつまで待たせるの、いつ彼女になってくれる気なの、うん、みたい な、 なるほど、ね、結構推しの強い、あーなるほどね、イタリア系のですよね、うん、イタリアの人はだからもうそういうことしないと女の人に失礼だって、そういう考え方がねやっぱりそれぐらいまで言わないと、うん、それぐらいまで言わないと、うん、なかなか推しがすごいらしいです。ですよね、昔からね、伝統的に。私もそんな言われたことないからわかんないんですけど。イタリア行けばすぐ言われますから大丈夫です。本当ですか？言ったら言われる？必ず言われます。なんかね、本当恐ろしいですよ。とにかく声かけてくるって。そうなんだ。僕の いとこもね、ヨーロッパ生活長かったけど、やっぱなんかイタリアはとにかくそういうところだったらしいですよ。そうなんですね。うん、じゃあ好きってまだ言ってもらってないけど、あんまり片思い。っぽくない感じ、もう口説きにかかってるみたいな、ね、結構そうなんじゃないかなと思うんですけど ねイタリアだったら ねでもなんか可愛い曲ですよね、うん、クワンドクワンドクワンド、うん、Tell me when will you be mineyou a dog and in that it's
ございました。いかがでしたでしょうか。切ない片思い特集、はい、ね、白目になりつつ演奏しましたけど白目ならないでくださいもう、ね、ちょっとピュアな気持ちを思い出してね皆さんもちょっとね、あの春だから恋の季節でもありますからね、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。それではね、次回もまたありますから、ぜひぜひね、楽しみにしていてください。どうもありがとうございました。山口智夫さんと渡辺薫でした。ありがとうございます。バイバーイ。